はい、福岡市南区某所です。今から山口まで一緒に、いとこのけんちゃんと一緒に年ちゃん見に行きます。僕の家の隣のセブンイレブンです。ここは行ってきます。帰ってきました。福岡に帰ってきました。ただいま帰ってきました。ただいま11時回ってます。ご飯食べてきたけんね。うん、回ってます。どうやったけんちゃん今日。いやとしちゃんですね。うん、としちゃん初めて、としちゃんデビュー今日初めてさせていただいたんですけれども、最初そもそもですね、私は今日福岡でですね、20っていうなんか女性グループのコンサートがあって、そのチケットを取りたくて、それが取れなくてちょっと落ち込んでたところに、ちょっと取れなくてって数日後にこの横にいるタクちゃん、いとこなんですけど電話がありまして、13日何しようって、ちょっともし何もなかったらコンサートに行かんって言われて、誘いましたコンサートに。ああで、って私は最初ですって20と思ったんですよ。13日って言われたから、え、マジで20って言ったら、いや違う、としちゃんって言われて、あ、としちゃん、としちゃんに行くとって言って、で、まあ最初ちょっと、としちゃんかと思ってから、20じゃなかったんかいと思ったけど、まあでも、まあ13日何も予定なかったんで、まあちょっと行ってみようかなということでちょっと行きました。連れて行きました。場所聞いてまたびっくりしたんですけど、豊富ですね今回、山口の豊富ですよ。はい、山口だったんでちょっと2時間かかるからですね、仕事ではたまに行くんですけどですね、豊富の方に。どうやった、豊富まで行った。いや、感想はね、ちょっとまあ、としちゃんファンの方にはちょっと大変申し訳ないんですけれども、わざわざ福岡から2時間かけて行ってですね、うん、めちゃくちゃ面白かったです。いただきました。面白かった。いや、やばかったですよ本当に。最初ちょっと舐めてました。むちゃくちゃ面白かったですね。え、みんなね、最初やっぱり、トシちゃんから入って、そうそうそう、いや、サブソーって知らんけど、もう、ま、だそこまで言うなら行こうかって言ってついてきてくれた人はみんな、よかったねトシちゃん、また行きたいねって大体やっぱ言ってくれるのがトシちゃんのライブなんですよ、うん、いや、もうこの中毒にまた一人はめましたんで。いや、これ中毒性になりますよこれは。もう覚醒剤並みなんでこれ。いや、間違いないですねいや本当、歌と踊りが、だからコロッケさんがこう下手な感じのモノマネするじゃない、歌い方が、あれのイメージがみんなあるから、トシちゃん歌下手やろとかって言うけど、もう全然もう音も基本外れないし、うん、歌って踊る、2時間歌って踊るってなかなかやっぱりもう今の時代いない、特に60過ぎた人で歌って踊るっていうのはやっぱもう世界中探してもなかなかいないんじゃないかと。そうそうそう、年聞いてまたびっくりして61歳ですとかなんか言ったから61で歌って踊る2時間ね、チケット代もあれ安く感じるやろそれを聞くと。そうそうそう、ねえ、まあ、今回タクちゃんに連れてってもらったんですけどいえ、もう全然もう布教活動なんで、これある意味まあ、としちゃんファンの方がもし周りを誘いたいと思ってる方いらっしゃればですね、とりあえず首根っこ捕まえてでもですね、一回連れてったら多分ね、いやもう本当こう言ってもらえるのが最高の、うん、もう本当に一緒連れてってよかったなっていう、いや本当ね、みんな一回やっぱ見てほしいなっていうのがあるっちゃ、なかなかね、え、トシちゃんみたいな、うん、街やったら行くけどって、いや絶対街より面白いしみたいな。いや街ダメでしょ、うん、あ、ダメじゃないけど、まあ、街もね多分懐かしい歌歌っていいんでしょうけど、でもやっぱトシちゃんの毎年やっぱり
アップデートされていくライブっていうのをぜひぜひこう追ってもらいたいなっていう。もうジャングルジャングルは本当去年と全然違うし、あれやっぱかっこよかったなって MC ハマをね彷彿とさせるジャングルジャングルのダンスが復活し、まあ、他のもねいろいろといい感じで踊ってくれたんで、うん、いやね、あの最後の終わり方もやっぱりいいし、いつものお約束のバスローブも出てくるしっていう、あれは初めて見た人はね何か分かんないと思いますけど、いやあの私もなんか初めて行って、なんか幕が閉まって、なんか今日会ったところがなんかあのなんとか公会堂、あの何なんかよく分からないけど、豊富なんとか公会堂っていう昭和チックな名前のね、うん、年はいじってましたけど、で、うん、幕が降りて、あもう終わったとって聞いたら、したらいやいやいや今からまた幕が開くよって言われてえで、あの特にびっくりしたのが、あの知り上がりにダンスが良くなると、動きが良くなると、普通年取るとこう尻下がりになっていくのが尻上がりで良くなるっていう、そうそう、あれもまたすごいとこで、で歌いようときに息切れしてない、うん、あれすごいやろ、いやあれすごいいやもうね、あんだけ動いて息切れしないって、いや普通はありえない、あの若い人でもやっぱなかなかあれできない、うん、だから今で言うと、だから三浦大知さんかなはあのやるけどね、歌って踊ってっていうのは、でもやっぱ年齢が全然違うから、口パクじゃないけんね、だから口パクじゃなく歌って踊ってるっていうのがやっぱトシちゃんのまた凄さで、うん、それをやっぱり感じてもらえるとすごく嬉しいっていう、多分皆さん喜んでくれてるお姉様方もいっぱいいるんじゃないかなって、こう感想を聞いて、なかなかお姉様方あの熱かったですね、でしょう熱かった、もうグッズもみんな持ってね、あのペンライト持って、うん、あの曲ごとにあれ色が変わる、あペンライトで、うん、らしいね、うん、すっごい今回高性能なやつやってみたいな、だからそこまでねやっぱみんなわーっていうのが分かってくれたんじゃないかなっていう、うん、テレビに出てないっていうだけでやっぱあれだけのパフォーマンスはできるんだぞっていうのを本当にみんなに知ってもらいたくて、うん、今布教活動をしております、はい、そして MC がやばいね、 MC やろ、むちゃくちゃ面白い、うん、MC がむちゃくちゃ面白いです、あの正直綾小路きみまろ、あの顔負けでございます、それぐらい面白いです、いや面白いよねとしちゃんね、いい感じ、いやもう面白い、ね、あのこの YouTube にも出演してもらいましたけど、うちの甥っ子のジンタ、もう19歳でとしちゃんバリバリ面白い、話が面白いって言って、うん、19歳にも受けるっていうあのトークすごいなと、年齢をこうね狙って話してるんじゃなく幅広く楽しませれるってやっぱすごいエンターテイナーだなっていうのを、うん、で今回のねあのステージの構成もやっぱりすごかったし、もう本当にねあそこでラスベガスでショーしてもらいたいっていう、この間あのエルビスを一緒に見に行って、そのエルビスのショーのシーンとか映画の中であったんだけど、うん、全然やっぱあそこでやっても損傷ないんじゃないっていうような感じじゃなかったかなっていう、うん、そうね、うん、そのくらいやっぱりいいステージでしたね今回、今回のね新曲がまたちょっとなんか60年代から70年代調のステキ持ってやる、うん、あれがそんな感じもあったんで、うん、いい感じじゃなかったかなって、どうでしたあのバックダンサーとか、いやバックダンサーね、うん、ちょっとバックダンサー男の人2人女の人2人いて、うん、いやなかなかちょっとエロくてよかったですね、エロくてよかった、はい、エロかっこよく、はい、サックスを吹いてるお姉ちゃんもちょっと可愛かったですね、今回新しくねメンバーチェンジしてサックスの子もあれしてたけど、上手にやっぱサックスも吹いてるし、うん、おじさんたちの中に一人混じって若い子が頑張ってるっていう、うん、こっちも見ててちょっと初々しいなっていう、そうね、いや今回もこうやって喜んでもらえたんで、また次ぜひいやちょっとまた本当アップデートしていくとしちゃんのコンサートをちょっと見てもらいたいなと思っておりますんで、
ぜひね、あのまた2人こういる時声かけてもらえたりしたら嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いします。お願いします。あのよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあまた、さよなら、はい、さよなら。